皆さん、こんばんは。こんばんは。今日はまた、寒い夜になりましたけれども、多くの皆さんにこうしていただいたのは、ご参加いただきましたことを、まずは、今、課長の方からも話がありましたように、今回、対話の場ということで、各校区で、今年1年間、ずっと回らせていただきながら、また今の団体の皆さんともお話しさせていただいて、そうした市民の皆さん方との対話、あるいはこの総合計画を作るにあたりましては、町内でも、職員さんと、いろんな議論を重ねてまいりました。また議会からもいろんなご意見をいただきながら、そうした一つの形として、この新たな第4次総合計画に基づきます来年度の予算案の方も編成を終えて、これから議会の方にお願いをしていくということになりました。今日はこの総合計画を作るにあたりまして、審議会等にも配慮いただいて議論を重ねていただいた皆さんにも参画していっていただいております。総合計画で、これから15年間の、町づくりを目指していくということでありますけれども、その中の、具体的な一歩について、ぜひ皆さんと情報共有をさせていただけたらというふうに思って、よろしくお願いいたします。で、今回、この15年間の町づくりの中で、私自身、いろんな課題がたくさんあるとは思っておりますけれども、いくつか基本的な考え方について最初少しお話をさせていただきたいと思いますし、もうすでにこれまでの対話の場にもご参加いただいたり、いろんな場面で話し聞いていただいている方にはちょっと重複の場面もあるかもしれませんけれども、最初少しお話しいただいて、できる限り皆さんのご意見とディスカッションの時間を割きたいというふうに思っておりますが、少しお時間を頂戴したいと思います。じゃあ少しここから座らせていただきます。今回、この平成28年度、来年度というのが、まさに第4次総合計画の新たな、スタートの年になります。その中で、キャッチフレーズとしては住みたい、住み続けたい悠久の都長岡京、その中で潤い環境、にぎわい交流、安心安全という、3つの大きな、価値を大事にしながら街づくりを進めていこうということで、あります。で、合わせて今回、地方版総合戦略という国の地方創生にかかります計画も策定をしていただいておりまして、よく言われますように、今これから人口減少していくという中で、今何もなければですね、大体今8万人の市民というのが、将来2060年、少しだいぶ先ではありますけれども、これだけ大きく落ち込んでいくというのが今の推計、社会問題人口研究所の推計にあります。これを今これから出生率の回復を踏まえて、なんとかこの真ん中のラインに持っていく。でさらにはやはり転出入というのがありますので、自治体の場合はそうした、より多くの人に住んでもらう街として選んでいただくということで、この押し上げを図ってなんとか一番上のラインで持っていけないかというふうに考えておりまして、特にこの計画期間であります2015年から30年、2030年段階でも今の8万人という規模を維持をしていきたい。でこの8万人が豊かに暮らしていける街というのを想定しながら、これからいろんな施策を展開をしていきたいというのが、今回の総合計画の流れになっております。その上で、もちろん住み心地、にぎわい、安心というキャッチコピーがあるんですけれども、これらでいうとなかなか抽象的な表現で、具体的にじゃあ何するのというのがなかなか分かりにくいかと思います。でそういう中で、今6つの柱に基づいていろんな施策を進めていくのが今回の総計になっているんですが、もう一つの特徴はですね、これまでの計画、よく言われますように、PDCA という、計画を立てて実行してそれをしっかり評価をするという部分が、大事になってくるわけですけれども、今回の一つの特徴は、これから計画を進めていく上で、いくつかの成果指標、約80個ぐらいの成果指標を設定させていただいているんですが、これはいろんな行政がやっていく施策によって本当にそれが実効性を発揮をしているかどうか、
例えばここには今空き家の推移のデータが書いてありますけれども、この空き家の対策、これから例えば取り組んでいったときに本当に今、まあ、徐々に増加傾向にあるんですが、これがどういう数字のデータの推移をしているのかということをしっかり加速を数値としてしていこうという、まあ、これよくベンチマークという言い方をするんですけれども、このベンチマークの設定を約80程度の使用をさせていただいています。空き家の問題、あるいは、例えばゴミの減量につきましても、まあ、平成17年1世帯あたりで、567g のゴミを出しておられて、その後ずっと10年間の取り組みで約471まで減ってきましたね。じゃあこれからさらに いろんな活動をしていく中でこれがどうなるのかということもしっかりフォローしていこう、あるいは学校の教育の面についてもそうであります。そうしたさまざまなベンチマークでしっかり、計画の進捗管理をしていこうというのが、まあ、今回の新たな総計の一つの特徴だと思います。でそういう中でこれから、いろんな具体的な施策をやっていくわけでありますけれども、私自身は大きく3つの戦略的な目標があるというふうに思っています。一つはやはり定住促進、先ほど申し上げましたように人口が減少を緩やかにしていくという中で、まあ、いかに多くの皆さん方にこの長岡京市に住んでいただけるのか、特に、まあ、子育て世代の皆さん方に選んでいただける町として、これから何がしていけるのかということを考えなきゃならないだろう。そして2つ目には交流の促進、まあ、拡大ということであります。まず人口全体のパイが縮小していきますから、当然この長岡京市のにぎわいや活力というものを維持をしていこうと思えば、単に市内にとどまらず、やはり市の外からこの長岡京市を訪れていただける方、この長岡京市で活動していただける方というものを増やしていかなければならない、これが2つ目の大きな目標だと思っています。そのために、雇用あるいは、観光、そうした部分での交流を促進をしていかなければならないということです。そして3つ目は新陳代謝という書き方をさせていただいていますけれども、これも長岡京市も言うまでもなく町全体がですね、少しやっぱり古くなってきています。こういう施設もそうでありますし、インフラもそうであります。でちょうどそういうものが今更新の時期に差し掛かっているということで、やはり八幡市民が暮らしていけるだけの新陳代謝を公共の分でも測っていかなければなりませんし、多分皆さんのお住まいの住宅なんかもですね、だいぶ老朽化が進んできているんではないかというふうに思っています。この3つが、まあ、いろんな施策をやっていく、いろんな分野でやっていくわけですけれども、大きな、この本質として取り組んでいかなければならない3つの目標だというふうに思います。そういう中でじゃあ長岡京市をどういう街にしていかなきゃならないのかというと、一言で言えば私はやっぱりこの暮らしやすさということを徹底的に追求をしていくべきだというふうに思います。じゃあその暮らしやすいというのはどういう状況なのかということでありますけれども、まず一つは最低限安心安全、これはもう最低限の基盤として、構築していかなければなりませんし、特に防災あるいは医療や介護、そうした安心安全というものをまず確保する。その上でさらに利便性、例えばバスの交通であったり買い物の状況、そういうような利便性とか快適性というものを、求めていかなければならない。これ例えば緑の分野、例えば子どもの遊びだとかいろんな分野が入ってくると思いますが、やっぱり利便性快適性というのを追求している。でさらにその上にやはりにぎわいや活力というものが街の魅力としては自動車としても必要になってまいりますし、そうした結果としてやはり住んでいる我々自身がその長岡京市にとって誇りを持てるような、人に自慢をしたくなるような街にしていかなければならないというふうに思っております。そういう中で現状長岡京市というのは十分ブランド力としては保っているというふうに思っています。決して悲観をする必要はないと思っていまして、それを表すちょっといくつかのデータなんですけれども、これはリクルートスーモという雑誌、スマイの情報提供誌でありますけれども、リクルートのスーモという雑誌で、この関西の中の住みたい駅ランキング、京都府のランキングです。
で、これ長岡京神、まあ、これ駅ごとでやってるんですけども、実は長岡天神の駅第5位、堂々の第5位です。ずっと上から見ると北山、桂、烏丸大池、烏丸、で次長岡天神ですから、まあ、非常に、まあ、ほとんど京都市内という中で、やっぱり長岡天神というののブランド力というのは十分あるということが一つの表れです。もう一つのデータは、これちょうど先月に発売された日経ビジネスの中で、全国の市を対象にして、活力ある都市ランキングというのが発表されておりました。で、長岡京神、66位。微妙な数字だと思いますけれども、まあ、全体で見てますと、やっぱり首都圏、愛知あたりが上に来ているんですけれども、その中で、長岡京市は、まあ、京都府下で言えば京都市が51位に次いで、66位ですから、決して悪い位置にはない。ただまあ見てますと、阪急 JR の沿線であります茨城とか高槻というのはもう少しやっぱり上位に来ているのかなというところがあります。ただこれもまあ京都府下の中で言えば、大変長岡京市というブランド力をそれほど悲観的に比喩をして見る必要はないんではないかということだと思います。で、実際の調査として、これもよく出させていただくデータなんですが、この間国勢調査ありまして、ちょうど京都市。